はい、おはようございます。釣り子 TV です。会場限定のゲイリー山本のハードプラグがあるそうということで、実はですね、いろいろ買ってきてたんですね。今日紹介するのはこれ、まあこっちちっちゃいサイズなんですけども、実はですね、こんな感じで大きいサイズのペンシルベイトもあるよっていうことで、ゲイリー山本カスタムベイトっていうことで、アメリカ本国の方でですね、精力的に販売されているということの、この日本ではですね、会場でしか買えないよっていうペンシルベイト、これを買ってきてみたので、ちょっと開封していきたいと思います。こんな感じでしょうか。まあ昨日あのちっちゃい方見ましたんでね。よいしょ、はいはいはい、こんな感じのパッケージに入っていて、で針が刺さって取ると、はい、出てきた。この色はアメリカっぽくてかっこいいなと思って即バイトしちゃったんですけどね。ちっちゃいサイズに比べるとどうでしょうか。まず顔から見てきますかね。でちなみにこの目の中にこのゲイリー山本の昔からおなじみの跳ねる魚がここに隠れてるんですね。で形もまん丸じゃないですからね。こういったルアー用ハードプラグ用に専用に作られたアイなんですね。目がついていて、で口のところがペンシルだけどちょっとこう平らなところがあって、これによって多分パッパッパって高速ドッグウォークさせた時には、ここの面がちょっと水面をピチッと叩いてちょっとした飛沫を上げることができるんじゃないかなということで、スプリットリングついてますね。でお腹白、白横っ腹、この色の中にこうホログラムのシートがインサートされてるんですけど、これいい感じですよね。で背中がこんな感じですね。うん、で針がですね、こういった最近アメリカで流行ってるんでしょうか、こうシャンク短めで、こういう感じで懐がちょっと広めのこういう針がついてるんですね。これね、ちょっとサイズの方、これも重さですね、測っておきたいと思います。はい、こちらゲイリー山本の会場限定で売っているですね、ペンシルベイトハードプラグ、これは何グラムでしょうか。 15.7グラムということで、およそ16グラムですね。2分の1オス前後っていうところでしょうか。非常にですね、まあ、投げやすい、あとボリューム感もありますからね。これはシーバスの釣りなんかにいいんじゃないかなと思って、このキラキラもしてるし腹白いし、そういう感じ買ってみたんですけどね。まあもちろんブラックバスの方でも投げてはいこうと思うんですけども、秋もうシーバスめちゃくちゃ今釣れてますからね。で日中なんかこういうトップウォーターなんかに果敢に水柱が立つ時期に突入しておりますので、そんなところでチャンスがあったらですね、ぜひこのペンシルベイト使ってみようかなと思って買ってみております。というわけでですね、まあ、こんな感じのやつが会場限定ということで、売ってますんで、ね、何かゲイリー山本のブースが出るよなんていう時はぜひですね、ブース覗くとですね、この他にもこの前紹介しましたが、スーパーお得セットのゲイリー山本ルアーの盛り合わせセットとかですね、この他にもですね、あとロッドベルトなんかもすごい安く売ってたんですよね。大概ロッドベルトってお店とかで買うと2000円近くとかしますけどね、会場限定で売ってたやつなんかは500円しなかった、300円ぐらいで売ってたんじゃないかな。お得な盛りだくさんなところがありますんでね、ぜひ、ブースが出店していたら、覗いてみようという、そんな会場限定のルアーですね、これを一つ買ってみたよという、こういったご紹介の動画でした。はい、釣り子 TV でした。